こんにちは。私はね、公明党さんにね、一目置いてたんですよね。公明党っていうのは、そんなね、自民党なんかに寄り添わなくても公明党さん一本でやっていけるぐらいの気骨ある政党だと思ってました。そしてバックグラウンドも、結構ね、強いというか創価学会みたいなね、そういうところがついてるわけですから、選挙の時には熱心にやっぱり真剣に進めてきますよ。多少ね、ちょっとなんだろうな、もうしつこいなと思うぐらい、でも真剣なんですよね。そういうふうな創価学会の方が下支えしている政党、その公明党、まさに私はね、信心を勧められましたんで、そうだなと思ってました。はっきり言ってね、公明党、こういう人たちと一緒に仕事するのも悪くないなって本当に思ってたわけですよ。でも今回ね、この緊急事態宣言下で、銀座、キャバクラ、飲み屋行ってて、なんだってんだと思いましたね。まあ、公明党ってのは結局こういうとこなんですよ。インチキ政党ね、私に言わせればもう大詐欺もいいとこですよ。国民を裏切るのは本当にね、もう愉快でしょうがないと。で、10万円の給付を実現させたのは我々だとか言ってね、胸張ってますけども、このありさまなんですよ結局。だから本当肝心な時に、自民党に寄り添ってね、国民に寄り添わない、そういうふうなずるい政党だと私はね、もうここで烙印をしたというか、私が烙印したからってどうってことないでしょうよね。いや本当にね、でも私がお会いした公明党の皆さんとかね、それから公明党を支持する創価学会の方は、私から見ると、どこの火の打ちようもないね、本当に熱心な方だと思いますよ。でもそういう方を巻き込んで、私は公明党にもう全部失望しましたよね。こういうふうな緊急宣言、誰か来ましたけども、怒ってますってことですよ。公明党さん、さよなら。